カモンマテリアル。マテリアルの坂上五郎です。カメデヒューラです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということでですね、はい、なんとなんと、3月に入ってしまいました。はい、はい、ラストマンスでございます。はい、はい、でね、あとだからね5回あるんですよ、うん、今日入れて5回になりますんでね、最後まで皆さん、お楽しみいただければと思います。はい、はい、で3月、2日でございます。はい、何の日かというと実はうちの母親の誕生日なんです。そう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 、ね、確かね29俺に足すから何ぼや、83かな、83ぐらいになるんだと思いますけど、はい、はい、ついにうちの親父が亡くなった年を超えてますね。もうね、はい、ということで、お母ちゃんおめでとう。はい、以上でございます。はい、はい、そしてどんな日なんでしょうか。はい、今日はミニの日です。ミニミニ、うん、ですね。なんか、はい、うん、で小さいものやミニチュアを愛そうという日です。ああ、そういうことね。そういうことね。はいはいはい、はい、おうおう、ミニとかね。なんか、はい、車のミニかなと思って。はいはいはい、はい、という日と、もう一つ、遠山の金さんの日です。おお、もうミニ速攻で終わりね。はい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 、おお、遠山の金さんの日、なんで、はい、なんで1840年の3月2日、遠山の金さんこと、遠山金四郎景元が江戸北町奉行に任命された人とされています。はい、時代劇のね、遠山金さん、そう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 、桜吹雪がね、はい、有名ですが、はい、これには諸説あって、左腕のみに、はい、彫り物があったりとか、桜の花びら1枚だけとか、背中に女の生首があるとか、なんかいろいろ諸説はあるんですが、まあ、現在でね、テレビのドラマの影響で名奉行と知られていますが、はい、ドラマのような名さばきはした記録はほとんどないそうです。あのね、だからね、そうなんですよ。これ、はい、遠山の金さん好きの俺にね、はいはい、この日を言った以上は、はい、これは語らなければならないんですけど、そう語ってください。そうなんですよ、遠山金さんね、遠山金四郎景元っていう人は、まあ、そうそうそう、まず入れ墨で言うとね、これ本当諸説あるんですよ。で、はっきり分かってません。実際分かってません。分かってないんですけど、はっきりしていることは、この人は実は生まれがちょっと家庭関係が複雑で、お父さんが養子なの。実際のお父さんね、生みのお父さんが養子で遠山家に入ってるの。で、長池っていうとこから入ってきたんだけど、でその入ってきたのはええねんけど、その時は入った家のその主がまだ子供生まれてなかったから、自分の子供がそのままスライドするっていう形で後を継ぐねんないう形やってるけど、ところが途中で子供が生まれちゃうのよ。生まれちゃうんですよ。だから俺家継ぐはずやったのに、あ、俺継がれへんねやみたいな感じになっちゃうね。で、青春時代はほんまやったらほら武家屋敷に住まってるはずやねんけど、部屋住みっていう扱いなんだよ。これね、難しいねんけど、武家社会では嫡男じゃない人は部屋住みって言って、部屋に住ましてもらってるだけっていうなんか扱いになっちゃうね。でこの部屋住み扱いになったのが嫌で、町に出て行って、ほんまに曲げも普通の町人の曲げ言ったりとかして、放蕩三昧をしたらしいです。でその時になんかいらん入れ墨を入れたんじゃないかっていうので女の生首説があったり、でもう一説にはなんかトガニになってもうて、トガニになると、ね、ここで棒線入れられるんですよ、入れ墨で、それが入ってたんじゃないかとか、まあその時にちょっと生きてこう桜のあれを入れたとか入れてないとかいう、いろんな説があるんですけどね。はい、でまあその後に実はその後で生まれて嫡男になるはずやった人が亡くなっちゃうんですよ。で、まあ、結局家継ぐっていう形になるという話で、まさか自分家継ぐと思ってへんかったから、入れ墨入れてて大変なことまあだから言うたらあかんっていうので、みんな知ってんねんけど黙ってるみたいな、
そういう話だったんですよね。でだからあの町屋でなんかあのあいつあの金ちゃんがあの金城さんが今お奉行さんだよみたいなんですごい町人から人気があったっていう。そういう人なんですよね。でだから講談にもなるし、あの演目としても富山さばきみたいなのが出てくるんですけど、富山さばきと言われてるのの半分ぐらいは大岡さばきだったりとかするという話がありました、はい、はい、というお話でございます。はい、はい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 、この日何の日は以上です。はい、はいはい、ということでですね、富山の銀座はいいんですけど、はい、今日のですね、はい、このプレゼンありかなしかなんですけども、これがあのまた映画のねあのインタビューをしてきたんですが、今日はですね監督でもなければ、うん、あの出演俳優でもないしプロデューサーでもないんですよ、なんと映画原作の原作者です。うん、はい、で今回ご紹介するのが、映画フィリピンパブ城の社会学という映画なんですけど、あのこれがね、まあ、ちょっとだけ売れたんですよ。あのフィリピンパブ城の社会学という新潮新書から出てるやつなんですけど、でこれがですねなかなか面白くてですね、あのある大学生が論文を書くのにフィリピンパブに通い詰めて、で論文を書く対象と思って取材をしようと思っていろんなお店に行ってるうちに、あのあるフィリピンパブ嬢と恋に落ちてしまうと、まあそういうお話なんですけどね、簡単に言うとね、はい、でその恋に落ちた原作者と、インタビューしてきました。はい、まあとにかくですね、熱い思いというか、あのもうなんか湧き出るように言葉が出てくる人なんで、僕割と少なめです喋ってるの、はい、というインタビューになってますので、なかなかね大変だったんです、まあ、また後で喋りますけども、はい、ということで、どんな内容かはですね、インタビューと、予告編をご覧いただきたいと思います。ということでこのプレゼンありかなしかスタート。フィリピンパブを対象にした修士論文なんて聞いたことない。面白いんじゃないですか。この店ってちょい若い女の人いないですか。おい翔太、結婚しろ。毎日食べれるよ。ミカを騙されてるんだって。騙されてない。結婚は今はできない。彼女は偽装結婚してるから。配偶者ビザで日本に入国させて自分の店で働かせる。ユンバどうでした。大丈夫かい。それでは、今日はですね映画フィリピンパブ城の社会学という作品の原作者でいらっしゃいます中島光翔さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、この作品がどういう作品なのかまず簡単にご説明いただいてよろしいでしょうか。はい、この作品ですが、まあはい、私がですね愛知県の春日井市というところに住んでるんですけど、はい、まあ、そこの大学院生だった時に、はい、まあ、フィリピンパブを研究しようと思いまして、はい、で名古屋市にたくさんフィリピンパブがある町があるんですね。はい、でそこにフィリピンパブを研究しようと思って毎週毎週に行っているうちにですね、はい、あるフィリピン人の女性と出会って、はい、まあ、交際をしていって、そしていろんなことが起きるってことが実際にあったんですけど、はい、まあ、その実際の自分の実体験をもとに描かれたのが、はい、このフィリピンパブ城の社会学になります。なるほど、はい、そうなんですよね。まあ、私も見させていただきまして、はい、これはもうあの前田前田のお兄ちゃんの前田浩樹くんがあの主演を演じていただいて、で、はい、またこれがねミカさんっていうヒロインの役のフィリピン人女性のパブ城の役なんですけど、この方がですね一宮レイゼルさんですかね、はい、
めちゃめちゃ可愛いんですよ。ははい。い。めちゃめちゃ可愛いんですよ。で、この2人の物語っていうことなんですが、すんごいたくさんの実は有名俳優さんとかが出ていて、もう津田寛治さんから田中美里さんから、あと勝野洋さんとかね、いろんな、まあ、浦真理さんとかもそうですし、仁科尚志さんってね、いろんな方が出てらっしゃって、はい、すごいなと思いつつ、まあでもメインはね、お二人の話っていう形になってるんですけど、これがだからご自分の話が描かれてるということなんですよね。そうなんですよ。だからこれが本当になんか作られた話とかではなくて、自そ分うがです実ね。際に経験したことであって。これだから経緯としてはどういうか、まあこれね、原作という形でまずは本があるんですよね。フィリピンパブ嬢の社会学っていうはタい。イトルでですね、2017年に新潮新書より出ました。はい。はい。はい。で、この本も、まあ、先ほど言ったように大学院生の時にフィリピンパブを研究しようと思って、そのフィリピン人の女性と出会って交際をしていくんですけど、まあ、その交際をしていく中でですね、まあ、ただただ研究者としてフィリピンパブを研究しようっていうだけでは見えなかったことがどんどん見えてくる。まあ、言ってしまったら、その帯にはですね、研究対象を恋愛対象にしてしまいましたって、その本の帯に書いてあるんですけど、本当に研究で言ったつもりが、もう本当に言ってしまえば、研究なんてもういいやって、この人と向き合おうってなった時に、この今日本でフィリピンパブで働いている若い人たちがどういった環境なのかとか、なんで日本に来るのかとか、どういった生活をしているかっていうのをですね、ただただ自分が見たっていうだけじゃなくて、自分も実際に生活をしたりとか、自分も実際に彼女たちのトラブルに巻き込まれたりとかする中でですね、見たり聞いたりしただけじゃなくて、自分の気持ちで表現できるというか、になってきて、で、まあ、でもそんなことがあってもですね、まあ、大学院を修了、まあ、卒業して、まあ、そこから僕、実は就職活動に失敗して、結構フラフラしてた時期があったんですけど、それで、ひょんなことから地球一周の船旅って、ポスターとかよく貼ってありますよね。居酒屋とかに。で、あれに乗ったんですよ。おそしたらそこに乗ってる方が、うん。まあ、結構有名なジャーナリストの方が乗ってて、はで、何かちょっと爪痕を残そうと思って、い。うん。僕実はフィリピンパブに監禁されたことあるんですよ、みたいなこと言ったら、お前それなんだよ、みたいなこと言われて、で、じゃあ実は自分の彼女がフィリピンパブで勤めてて、で、厳しい契約を背負っていたりとか、すごい安い給料であったりとか、まあ、いわゆるタコ部屋みたいなところに住んでたりとかしてて、僕もそこに一緒に住んで、そしたら僕も紐状態だったんですよって話をしたら、それを面白いから本にしてみないかって言われて、おおほうほうほいやでうほうほうほうも本にしてみないかって言われても、まあ論文とかはね、書いたりはしましたけど、そういった自分の実体験を書くってことはもう全然経験もないわけですし、ましてや本ってすごい立派な人が書くようなもんっていうイメージがあるじゃないですか。そんな僕ただフィリピンパブ行って、そのフィリピンパブの人と付き合っただけなのに書けんのかなと思いながら、まあ、結局降りて、その船降りてからですね、本を出すまで3年かかったんですけど、その3年間本当に本を書くことを目標に、ほとんど自分の生活を本を書くためにアルバイトして本を書いてとか、そんなことをして、2017年の2月にですね、本を出版いたしました。で、その本を出版してからですね、結構いろんなメディアとかに取り上げられるようになって、あ、これだけ世間の方って関心持ってる話だったんだなっていうのが分かったと同時に、まあ、ちょうど本を出して1年後に、その監督から映画化したいという連絡をいただきまして、そこからじゃあ映画化しましょうということで、監督と共にですね、映画化に向けてですね、まあ、一緒に動き出したっていうのが経緯です。なるほどですね。いやでもそらそうっすよね。研究者としてっていうのは結構まあ要は外側から見るみたいな形ですよね。でももう外側にはいられなくても内側入っちゃったから。でももうそうですね。だから、内側も入ると見えてくるものがまた違うんですよね。う、全然違うんですよね。だから、外側から見てると、本当にちょっと枠組みをにはめやすいじゃないですか。この人はかわいそうな人だとか、この人は悪い人だとか、なんかいろんなそういう枠を作ってこう判断しがちですけど、中に入っていくと、かわいそうでもないし、悪いって言われてる人も別にいろんな、その人も言い分があるから、別に悪いばっかりでもないしっていうことがすごい分かってきて、だから何が正しいかどうかっていうのも、そこに入るともうやっぱ分かんないというか、そういう分かんないものの中で人間ってこの生活を営んでるんだなっていうのを僕はそこで感じましたね。映画にね、今回原作者としてはどんなぐらい関わってはるんですか？で、これ原作者だと、まあ、普通は現場に1、2回しか行かないよって言われてたんですけど、僕はもう全部の日程ついてきましたね。
はい、だから結構そのあれなんですよね、そのパブのシーンとかは中島さんがコーディネートしてらっしゃるというか。そうですね、なんかパブのシーンだけはすごい僕もやる気になっちゃって、あれっすよ、こうっすよって言っちゃいましたね。まあでも逆にそうやってそれを許してくれるような温かい現場だったので、よかったですし、はい。キャストの人にもなんかこういうこと言ってくれみたいな、なんか。っていうよりも、まあキャストの人の方から、僕にこんな時どうですか、どんな気持ちなんですかとか、どんな姿、どんな感じなんですみたいな質問を受けたりとかもあったので、ああ、なんかすげえありがたいなと思いながら、あ、こうですよなんてことを言ったりしました。いやだって結構そのパブのシーンってね、まあまあ広い広めの店舗で、割とこのキャストさんすごいエキストラも含めていらっしゃって、割と活気があって、しかもタガログ語でみんなバンバン喋ってるみたいな感じで、すごい臨場感があるというか、なんかリアリティやなと思って見てたんですけど、まあだからその辺はもう中島さんがかなりがっつりコーディネートされてる感じなんですまあね。そうですね、なんならその全日程の前からそのフィリピンの人のオーディションまで、名古屋でもオーディションやったんですけど、そこもまあいろいろとやらして、窓口になってやらせていただいて、まあ、本当のフィリピンの人、本当にパブで働いてる方、昔パブで働いてた方、まあ、そういった方々にたくさん参加していただきましたね。で、中盤ではフィリピンロケがありましてですね、フィリピンの彼女のお父さんお母さんに会いに行くっていうシーンもあるんですけど、これもまた行ってコーディネートされたってことなんそうでですね、これも本当は行く予定なかったんですけど、途中で行きたいですってわがまま言ったら、じゃあ行ってきてって言われて、はい。だから、もうなんならもう監督から映画作ろうって言われて、最初から完成するまで、ほとんど一緒に、監督と一緒にこう共に走らせていただいたっていう感じがしますね。まあそういう意味で原作者の思いも非常に、まあ当然ながら自分の人生の一部分をね、映像化してる部分なので、まあとはいえ映画は映画で原作は原作でまた全然違うんだろうなってところはなんとなくわかるんですけれども、原作者としてはやっぱりこの作品通して何が一番言いたかったんだろうなっていうのはあるんですけど。そうですね、やっぱり僕自身も最初はフィリピンとかフィリピンパブのこと知らない時は怖いとか、なんかちょっと危ないとか、分かり合えないとか、そんな気持ち持ってたんですけど、まあ、いわゆるそういう偏見みたいなものを一個乗り越えると、まあ、そこには何も変わらない普通の人がいて、普通の人がいるってことは、会う人もいれば会わない人もいる。友達になれる人とは友達になれるし、なれない人とはなれないしっていうのも当然のこともありますし、で、その中で好きな人ができて恋をしてっていうこともあったので、だから人と向き合うことの大事さとか、そういったことを伝えたいなっていうふうに思いますね。まあだからこそ出来上がった作品だったということなので、ぜひその辺をね、感じ取っていただければいいなというふうには思うんですけども、では最後にですね、見てらっしゃる皆さんに一言メッセージをお願いいたします。このフィリピンパブジョンの社会学ですが、11月の10日からですね、愛知県では先行公開ってことをしておりまして、その先行公開で、まあ、たくさんの方見に来ていただきました。もちろん日本人の方も見に来てくださったりとか、中にはですね、まあ、実際にフィリピン人の方もたくさん見に来てくれたんですね。で、僕は実際にその劇場に行って舞台挨拶をして、その後に見たお客さんといろいろお話しさせていただく機会があったんですけど、その本当にフィリピンの方が涙を流しながら、これ本当に私たちの話と一緒だよとかですね、中にはその自分のお母さんがフィリピン人で、で、その当時フィリピンパブで働いてたってこともなんとなく知ってて、それをずっと恥ずかしいと思ってたと。でもこの映画を見た時にお母さんの苦労であったりとか、お母さんの思いっていうのを知って、でも本当に自分も勇気が湧いてきたっていうふうに言ってくださったりもしました。なので本当にこの映画見るとですね、フィリピンのことを知らない人でもとてもなんか勇気が出る映画になると思うので、ぜひ見ていただきたいなと思います。今日は映画「フィリピンパブ嬢の社会学」の原作者でいらっしゃいます中島幸昇さんに、インタビューさせていただきました。ありがとうございました。まあ、こんな感じでございますよ。何しかね、なんて言ったらいいんですかね、僕らほら、その年代的に、僕らの年代ってほら、やっぱバブルを知ってるんですよ。で、バブル期にこの、フィリピンパブってすごいたくさんできてて、で、まあ、その頃僕らは行けてないし行ってないんですけど、そのジャパユキさんとかね、そういうのが社会問題になったりとかしていろいろあったんですよ。だからそういうのがあって入管法が改正されて、何そのビザが下りなくなっちゃったんで、偽装結婚して、その会ったこともない日本人と日本人の戸籍に入って日本人として日本やってくる。
なんかそういう形でないと、フィリピンパブに勤められなかったから、うん、それやってでも来てるわけですよね。うん、でこのね、あのぜひ見ていただきたいのが、映画の中で見ていただきたいのが、あの 里帰りしてあるんですよ、うん、そのあのヒロインのミカちゃんっていう子がね、あの翔太っていうその前田のお兄ちゃんがやってる、うん、あの主人公を連れて里帰りするんですよ。もうこの時すごいの、もうね、あの里帰りした女の子がいて、その前にすんごい長蛇の列ができてて、でお土産入って一人ずつに渡してるのね。だからもうなんか日本で働いてて帰ってきたイコールすごいお金持ちみたいな感じになってて、あので 要はそうやって家族を支えてるんですよ、うん、彼女たちがっていうのがすごい描かれてるところなんで、まあ、ぜひぜひそういうのもね、あの見ていただければ、あのまあ言ったら隣に住んでる人ですよ。もうフィリピンパブに働いてる人も結局日本に住んではる人たちなんで、うん、どういうふうに、うん、なんで来てはって、なんでこういうことやったのかみたいなところがの一端が、まあ、全部じゃないですけど一端が見れると思うんで、あのまあ、ぜひ、まあ、前田のお兄ちゃん見に行くもよし、一宮レイゼルちゃん見に行くもよし、いろんな楽しみ方あると思うんですけど、また見ていただきたいなっていう作品なんですが、はい、それでは、はい、じゃん、はい、参りたいと思います、はいはい、このプレゼンありかなしか判定、うん、はい、はい、どう見てたんだ。だから映画の原作者があんだけ現場に行ったりとか、うん、最初からこうね、ずっとついててっていうのがすごい、もう原作の思いがあってたくさん込められた映画やったな。ちょっと見てみたいなって思いましたね、うん、あの、はい、残念ながら全部が全部やっぱり受け止めきれないから、あ、そうですよね、あの、うん、思い通りにはなってないみたいですけど、うんうん、まあでもあの彼がそうやってコーディネートした部分っていうのは、ね、あのかなり反映されてると思う、うん、いや本当にね、だからフィリピンパブにいるみたいな感じになるのよ。だって本当タガログ語でみんな喋ってるから、うん、あのそのパブで働いてる人たちがね、うんうん、でそれ字幕で出るのよ。あ、でその字幕は、彼の奥さんが翻訳してるらしい。付き合って結婚されて結婚してる。あ、ぜひ、見に行ってあげていただきたいなと思います。これがですね、昨日から3月1日から、はい、ナンバーパークスシネマ、うんうん、でやっておりまして、で3月9日土曜日からシアターセブン、うん、で、4月5日金曜日から、ムービックス京都にて公開になります。はい、ということで、今日はですね、映画フィリピンパブ城の社会学、の、原作者の中島剛昌さんでした。あの一応ね言ってね、あの全部その劇場公開が終わったら、あの名古屋でもええしここでもええし、あのぜひこれかけて、うん、でマシンガントークやろうって俺司会するから一緒にやろうぜっていうふうに今ちょっと中島さんと話してるんで、あのぜひ実現してほしいと思ってるんでよろしくですっていう感じでございます。まあね、ここもすごくいい上映スペースで、ここやったらね終わった後すぐにトークもね展開しやすいし、お客さんとの距離も近いんで、ぜひやりたいなと思ってますんで、皆さんその情報もお待ちください。はい、ということで次、あゆみ。はい、野本梢監督の透明花火上演しております、はい、昨日から上演しておりますが、はい、月曜日まで4日月曜日まで上演しております、はい、料金の方が、税込み1650円プラスワンオーダー制となっております。はい、ぜひぜひ皆様お越しください。お時間の方はサイトの方確認していただいたら分かりやすいのでよろしくお願いいたします。はい、3月9日は、うん、音楽ライブラクザのライブとなっております。はいはい、お席まだあるかな、わかんないですけど、うん、はい、お問い合わせください。はい、はい、ぜひお越しくださいませ。はい、はい、そして、3月、13日が、ライフワークオブアキラ黒沢のドキュメンタリー映画がございます。こちらね、毎月第2水曜日の19時30分から上映しております。料金の方が税込み1650円プラスワンオーダー制となっておりますので、ぜひぜひ皆様、6月まで
っております、うん、はい、はい、ぜひお越しください。お読みの方お待ちしております、はい、はい、そしてですね、うん、3月の15から18日にかけまして、うん、広山ことはセレクション5フィフスがございます、はいはい、こちらね、今夜新宿で彼女はと、うん、トゥルース鹿島式弔いの果ての2本を、上演します、うんうん、セットにします。セットで、ね、はい、でもしかしたらリモート登壇があるかもしれませんので楽しみにしておいてください、うん、14日から18日です、うん、はい、よろしくお願いいたします、はい、そして3月の22日がカバの日ですね、はいはい、第4金曜日の定期上映となっております。19時30分スタートで料金の方が税込み1650円プラスワンオーダー制となっております。はい、そしてですね、ショートムービータイムですね、3月もございます。ちょっとね、お日にちバラバラ、時間もバラバラになってますので、サイトの方をご確認していただければ、一番わかりやすいと思います、でも1個だけ言っときます。3月6日20時45分から日浦明弘監督のともるやっておりますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、そしてですねいっぱい言いたいです、はい、3月30、31日が、朗読演劇バーマテリアル春の宴がございます、はい、こちらね、生のお芝居、生の、朗読劇を、見ていただけますので、ぜひぜひお越しくださいませ、はい、これ自分私もやんねんな、出ます、はい、はいはい、やっておりますので、はい、ぜひぜひ生で、はい、見に来てください。生歩みを見られますんで、はい、はい、本当にね、朗読は、うん、見ても楽しんでもらえるように、うん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 、演出はい、大阪部五郎がやっておりますので、ぜひぜひ皆様お越しください。なかなか大変な稽古やってるみたいです。はい、で30、31で12時と16時、4回の公演となっております。料金の方が2000円プラスワンドリンク制となっております。ぜひぜひお越しくださいませ。はい、はい、そしてですね、うん、これだけは言うとかなあかんな、さっきの、はい、4月3日水曜日から7日日曜日にかけまして、映画監督のワークショップございます、はい、今回ね、佐島よしあき監督、野本こずえ監督にお越しいただいて、なんとすごく短いんですが3分から5分ぐらいのショートムービーの撮影をするとかね、いろいろ濃いワークショップとなっておりますので、うんうんうん、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。はい、料金が5日間でね、はい、5日間で、2万2000円税込みとなっております、はいはいはい、対象年齢18歳以上であればどなたでも、うん、参加できます。募集が20人、はい、はい、20人となってますので、早めにご予約いただければ嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、詳しくはですね、マテリアルの公式サイトの方をご覧ください。よろしくお願いいたします。申し込み締め切りは3月12日火曜日23時59分までとなっておりますので、よろしくお願いいたします、はい、はい、以上となります。はい、はい、はい、ではいきますよ、はい、今日のグッチョイ、はい、今日のグッチョイは、はい、野本こずえ監督の透明花火です。はい、はい、昨日から、マテリアルで上映しております、うん、はい、はい、こちらの作品ですね、うん、5人のね、群像劇を描いた作品となってまして、うん、ナンパ塾を経営しながら祖母と暮らす人がいたりとか、はいはい、24歳で女性経験がないことに引き目を感じている学生の人がいたりとか、うん、キャリアウーマンとなった同級生と再会したフリーター、うんの女性とか、はいはい、親友の彼氏作りを手伝う女子高生とか、はい、血のつながっていない息子との関係に悩む、うん、主婦の方の5人の群像劇で、はい、親子の絆とかね、愛し合うことの難しさを、うん、心に開いた穴にもがき苦しみ、現代人なら誰もが抱える悩みや痛みを描く5人の群像劇となってますっていうので、なるほど、はい、はい、ですが、うん、どんな感じなの？見たんですよね。見ました、はいはいはい、誰かのことを思ったりっていうのがすごくいっぱい凝縮された作品だなと思ってて、うんうんうん、その女子高生であったりとか、うん、自分の友達のために何ができるとかって、うん、とか考えたりとか、なんかすごく身近なこともいっぱい入ってる。やっぱ野本監督の作品なんで、まあ、身近な出来事とか、はい、ありえそうなこと
はたくさん入ってて、しかも5人の群像劇なんで、特になんかいろんな視点からたくさんのことが見れるので、すごく引き込まれる作品でした。なるほど。まあ、多分また見てる人によってね、あの感情移入する人がまた違ったりとか、そういう感じなんでしょうね、きっと。たくさんのね、短編とか出てる、自主制作映画に出てる方がたくさん出てるんですよ。ね、根谷京香さんとか、涼香さんとか、名前は間違いない。根谷涼香さんね、たくさんの方が出てて、すごく見応えがある見応えがあるとなっております。それぞれね、その問題を抱えてるというか、まあ、ストレートに生きてない人ですね、そこをこう野本監督的に描いている作品ですね。だから なんていうんですかね、そのもどかしい一面もありながら、ストレートに生きられない人たちの人生を描いた作品、そんな作品になってます、ね。なるほど。ぜひぜひ見に来てください。だからなんかあれなんですよね、そのこう日常生活を送ってる中でこう、こう感じちゃったっていうことがいいの悪いのみたいな、であこう感じちゃいけないのかなみたいなこととか、そういうことを拾い上げる人じゃないですか、野本さんって ね。だからそれをじゃあどうなんですかっていうのを問いかけてこられるような、ことってきっとこの作品の中でもたくさんあるんだろうなと思いますんで、まあ、ぜひまた僕も見てみたいなと思いますね。はい、そんな感じでしょうか。はい、そうです。はい、ということでこれが、何日からやってるの、昨日から。あ、昨日から、1日からやって、1日から4日まで、4日まで月曜日までです。やっておりますんで、ぜひまた皆さん見に来てください。お願いいたします。はい、ということで今日のぶっちゃけーいでした。はい、ということで、エンディングでございます。ということで3月始まりまして、始まりましたが、終わりの月でございますので、あとね5回、今日入れて5回、で、来週からね4回という形になるんですけどもね、まあ、最後の最後まで、このカモンマテリアルらしく、終わりたいなと思ってますので、ぜひ楽しんでいただければと思っております。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。来週スタジオゲストやでー。